賊三国志演義六章崩れゆく安寧第五十二回孫洲は刑を設けて淮南王柴院を害す長王の柴林は家豪を殺して朝廷に威を振るい長氏は目を伏せて異議を差し挟む者も,もない。 ついに、神帝の芝中を排して、高尊である芝像の擁立を尊衆と策するに至った。まだ、ことを行う事節ではありません。歪南王は脂望多く、その勇猛は世に恐れられております。さらに、正常の弟であれば、大王の命に従うことはありますまい。 強行すれば、全艦の王網が樹脂英を立てて三奪に備えたに等しいとみなし、必ずや敵対しましょう。その上、加護を除くにあたっての功も大きく、軽々しい扱いはできません。大王に近い聖王とて、Y 難王につく恐れがあります。 まずはこの二人を朝廷から覗いた後、ことを行うのがよろしいでしょう。一計がございます。大王が明日上層を行って、Y 南王の功績を論じ、その功績に対して、職位が軽いことを理由に、大尉の勘に進めるのです。大尉は文官ですから、名目では優遇しているようですが、 その実、平権を奪うことができます。Y 難王が勇猛であっても、平権がなければ何もできません。孫舟はそのように進め、リンはその策に従うことにした。翌日、早くも神帝に上奏して、柴ンを大尉に任じ、事業師のインコンに見事の利を持たせて、王府に使わした。 御事の利益を受けた芝院は、長子の陳貴、大将の毛兵を召して議論した。朝廷は何故に皇太に任じるのか皇帝の身を世の長臣と同列に扱うのか芝院の不信に陳貴が答える。ご承知の通り、 聖城は愚用の人ですから。出直は長王の意のままでしょう。この人形は必ずや肝心の暴力であり、大王から兵権を奪う意図によるものです。真の見るところ必ずや孫衆の暴力に違いありません。従われてはなりません。毛兵が孫衆の策を看破すると、 芝院は大いに怒って陰魂に行った。この御事のりは正常より出たものではなく、孫州の作望によるものであろう。陰魂は芝院の優劣を恐れて応えられず、芝院は軍師に命じて身柄を拘束すると、配下の精鋭7004人を従えて猛兵をショートし、超王を刺して押し出した。 芝林は、返事の出退を聞くや、自死の柴県と長王に命じ、軍勢を整えて迎え撃たせる。長王と孫衆が図って、至空の長過は害し、その害は曲げて、自中の敗棄にまで及んだ。さらに、死闘を朝廷において社職を危うくせんとしておる。お前たちは禁煙の兵でありながら、逆進を助けて乱戒をなすか 義を重んじる皇官は、共に来て不動の真を中殺せよ芝院が陣頭に大呼すると、英氏は逃げ散る者も、矛を逆島にする者もあった。芝院の帰化はすべて、一人当選の後悔の勇者。王が陣頭で指揮すれば、芝林の軍勢であっても組みしやすい相手ではない。 リンの軍師は恐れて王府に逃げ戻ったインの軍勢は長王府を囲んで門外より雨のように矢を降らせついに矢がリンの体に届くまでになった戦うこと三日三晩に至りリンの軍勢は追い詰められ王府を囲むインの軍勢も攻めあぐねて彰華門に陣営を移す。 この時中書官の陳歪は弟の陳樹が芝院に仕えていることもあり両軍を馬睦させた後に芝居を助けて孫衆を除けばよいと考え上層していった今長王と歪南王の軍勢が争って互いに被害が出ておりまた両者の是非も明らかではありませんこのまま放置しては大事になる恐れがございます 願わくば、真に金平の盗賊を委ねて、すぐと白虎の藩を授けていただき、両軍を和睦させたいと存じます。神帝はそれを聞いて言う。京は文官であって、兵に正たる身ではあるまい。両王の武将である福院は胸族を正当した功績もある。彼に命じて両軍を和睦させることとしよう。 すぐさま福院を召して伝前将軍に任じ近平三百と数具藩を与えて両軍に兵を引くように証明を伝えさせることとした伝前将軍は信頼にない勅命を受けて仲裁に入るにあたり臨時の官を授けられたと考えるのがよいこの福院は孫州の神道であった 孫衆はこのことを知るや、しばりんと義してしい院をたばかるよう福音に持ちかけ、成功の暁には大官を許すと訳する。福音はかねてしい院をたばかろうと考えており、さらに大官の役もあって孫衆と結ぶことにした。御事の理を奉じて二様に軍を引くように伝えたものの、しい院はなお命に従おうとしない。 証明が発せられたとあれば、必ずや理由があると存じます。訓明に逆らってはなりません。毛官の弟の毛兵はそういさめ、芝院はついに証明に従うこととした。福院を軍中に迎え入れ、拝礼して少々受けようとした刹那。福院は抜拳して芝院に切りつける。 柴居も剣を取った者の汽戦を制され福音の手に応じてその頭が地に落ちた柴居を救おうと飛び出した毛兵も福音の返す一刀を浴びるそれでも倒れながら叫んだ福院を殺せ福音はすぐさま走って朝王府の門内に逃れ昇華門の牢に登って呼びかける。 続滅したくなければ無礼を控えよ聖子の命じるところ、長王が朝剣をもっぱらにして、ワナン王はみなりに軍勢を動かし、ついに帝都を乱したその罪は反乱に等しく、関与した者は斬首に当たるすでに王位を使わして、長王の中陸を行い、ワナン王は先ほど命を落として断すに平定した三軍は速やかにそれぞれの軍営に戻れ この数具藩に逆らえば、中殺はお前たちの三族まで及ぶここまででも明らかなように、長王を中陸したという言は、芝院の兵を透かす虚言である。芝院の少子は口々に言う。我らは、あえて軍勢を解散しないわけではなく、歪南王の冤罪を明らかにしたいのです。 朝廷で憑依が行われておる。お前たちには関わり合いのないことだ福音は芝居員の兵士の望みを拒むと牢城に留まり、兵たちも攻め込むことを躊躇して牢閣を囲んだまま動けない。事態は膠着した。